林道長谷吹迫線、林道立石線の紹介をしていきます。これらの林道は香川県琴波町から徳島県美濃町までを結ぶ林道です。かなり狭い道となっています。二層越え立石峠の2つを越える林道となっています。幅員がかなり狭く急カーブも続きます。離合不可の場所が多いので覚悟して通ってください。林道長谷吹迫線は 4.7 キロです。林道立石線が 2.3 キロ、総延長7キロの道のりとなります。看板にはこちら側は2トン車以上通行不可とは書いてあります。琴波町側からは書いてありません。途中こんな落木もあったりします。立石峠は標高893メートルの峠です。香川県、徳島県の阿山山脈の県境を越える峠です。立石峠からは山東林道もつながっていますが、山東林道は通行禁止となっています。阿山西部広域農道により山東峠の登山口までもおまけで収録しています。林道立石線の終点は美馬モーターランドの看板のところとなっています。林道長谷吹迫線、林道立石線、総延長7キロの紹介でした。おまけで農道を使い山東峠まで足を伸ばしています。少し走ると立石峠を振り返ることができます。山東峠の入り口は標が建てられています。国道438号線が長いトンネルで下を通っています。ご視聴ありがとうございました。